今日はかなり開放的な空間にやってきました。ここは数々のレゲエフェスやいろんなダンスが開催された、まあ、皆さんおなじみの大阪臨空公園です。レゲエ史に残る数々の歴史を刻んできたアーセナルジャパン21周年とバリアフリー20周年を記念したスペシャル対談ということでバリアフリーからは殺しのエンターテインメントドクター君と、アーセナルジャパンからはサウンドクラッシャーメキシコにお越しいただきました。なんかそれあれともつけてもらってますやん。サウンドクラッシャー私もまだまだちょっとクラッシュファン歴が浅いので、今日はあの心強い助っ人をお呼びしています。ちょっと画面からは見えないと思うんですけれども、あのハードコアリスナージョンソンさんに友情出演で来ていただきます。スペシャルゲスト、スペシャルゲストミスターハードコアリスナー今日はなんでその T シャツ着てきましたもアーセナルの輝かしやの戦歴の第1本第2本目ぐらいなんかすみません、マシンガンのようなね、あのレントツイートで、まあ、ハードコアな情報と、まあ、そのポジティブな情報をシェアしてくれる、まあ、私の心の師匠と呼びして今日はよろしくお願いします。ジョンソンさん来るのってかなりレアなんじゃないですか。そうですね、まあ、こんな場合に出るキャラでもないんですけどでそのウモチャンネルのリスナー参加型で、まあ、動画エンターテインメントっていうところをちょっと目指しているので、まあ、こういうこともちょっとこれからどんどんよろしくお願いします。今回はあのドクター君のリクエストで、まあ、こうやってあの感染対策も十分配慮して撮影をしているわけです。この野外で、まあ、かつてないこんな形の収録スタイルなんですけれども、はい、まあ、やっぱりその音楽業界からもこうちゃんとした形を発信していこうっていう気持ちの表れなんですか。真面目ですね。もう表れですよね。ミキシ君とドクター君って普段からめちゃくちゃ仲のいいイメージあるんですけど、まあ、ダンス以外でも、まあ、あったりとか。もともとあれやでな、あの、はい、どっちかといえばケイスケと電話してた、俺は OG と電話してた。そうなんですよ。だからあんま直接2人でとか、ないです。 OG 辞めてからやな、はい、それこそ2人で電話するようになったっていうのは。レッドホットのオンラインライブとか、はいはい、まあ、そのね、ドクター君の大人気のツイートとか、はい、まあ、そのバリアのクラッシュでアーセナルが出てないのにアーセナルの名前がたびたび上がるぐらい、バリアのアーセナル愛ってめちゃくちゃすごいですよね。アーセナル愛というかね、いじっといたらいいよ。戦闘型ミックスの最後のボーナストラックに入れる。ではまあ他のところにこういてない時に言うのとか、まあ失礼というかね、あれやけど、まあアーセナルはどんだけ言っても全部受け止めるやり放題、まあそんだけ仲がいいってことですよね、はい、ドクター君がいつもアーセナルとかの名前を出すのメキシコン的にどんな感じですか。まあありがたいですよね。ありがたいですね。美味しいですね。文句言われてるで、はい、文句も美味しい感じですね。ちょっと、はい、まあその受け流すスタイルもメキシコン。まあそうですね、はい、もうあのあれですね、無視が一番辛いやつなんで、いじられるまでがまだ花ですよ。もうやりすぎやねん、当てるやろ。あれかけてないやん。あのワードは 2K5 で 4G が飛行機乗られへんかった時にもうぽっそりすぎて、あの電話の着歌みたいなのに勝手に使われて、全然レゲエ関係ない女子高生がダウンロードしまくってたって言われてる、あの曲かけてないやん。しょう願いたい願いたい時計よ、どこへどこへどこへ一緒にと一緒、時計のために痛くダブに嫌気させていいだ。法人にお土産やこれ持って帰れ。そういうのもちょっとね、許せません。この曲でまあまあ苦しめられたんちゃうの。
られるまでがまだ肌ですよ。じゃあそのさっき言ってたレッドホットとか神経とか、まあ、いろんなところで、まあ、バリアとアーセナルが現れるとお互いの仕込みかけたりとか、はい、そのやり合いがすごい現場ボスすると思うんですけど、ジョンソンさん的にこの2人がいた時にどんな曲かかったらテンション上がりますか？スーサウンド、そうですね、スーサウンドの絡みだと、まあね、まあ世間的にはどこがダントツでまあ人気があるんかなと思うんです、バリアフリー側で言うと。ただあの2006、ワーグは2006のあのミンミさん、メキシが悪いってやつ、あーあれとか音源で聞くとすごいクオリティ高いなって、その作り方が、まあ前振りからのあの曲とかね、結構好きですけどね。あ、そんなの、そんな終わるでしょ。ゴーのあの最後の OG のぼやきみたいな、そうそう、 OG 君がメキシ君が悪いの、はいはい、メキシ君のせいにするみたいな MC で、あああの音が止まったのはってやつ、そうそうそう、あれはなんで止まったの？あれはですね、こう後ろに来て、後ろに来てさ、なんか OG こうやってミキサーローにしたやんか、はい、ほんでパンって前に出た瞬間に止まった、はい、あれマイクの線が、うん、あのラインのとこに引っかかってあのラインから炎に変わって、あーそれで冷えたんや、はい、はい、そのプラスなんか三脚みたいのが前に倒れ、静かな音のとこにパサーンパサじゃあこれはよくあるやろ、これはしゃあないやろパサッカットされてますもんね、あれ CD では多分。あ、そうなんです よカットされてんの、僕見たんですけど、カットされてんの、されてんすよ、だから綺麗にまとまったんですよ。そうなんや、はい、されてんすよ、されてんねや、はい、じゃあ CD しか知らん人はなかったことそうなんですよそうなんや、なんかすいません。しかも弟マンだとおじいが、これはよくあるやろって言ったないないない、後にも先にもないあ、そうだ、言ってたこれはよくあるやろ、すごい返しやな。例えばその、はい、まあ、あのアーセナル的にバリアにこれかけられてやばかったなみたいな、まあ、逆もしかりですけど、このダブとかこの MC されて、あーあーこれは殺されたな、そうですね、まあまあ言うたら、まあ、ロードクリエイターはやっぱあれが あれはもうちょっと俺らのアンテムかけだってよ、イガットマリアフリー、イガットにだったこれがアンテムや、誰がキングやボケ、トゥナイトアイアンキング、ショーリーアウトやっぱあれがあれはもうちょっとすごい完成でしたもんね。とか、まあ、あと最初に食らったのはもうあれです、あのあの仁義の時のあと何でしたっけ、ディプロメントでしたっけ、ディプセダンス、ディプセ、ああ、あそれです、それかかった時あれやな、こんなダブあるんや、こんなおけつかんやみたいなね、やられたな、あの時に初めてクラッシュでかけたんかな、かけたんですか、まあ、あれ、ちょっとあかんなきゃ早いよ、最初の方にかけてるドクター君どうですか、あーアーセナルは曲が怖いとかではなくて、あ、わかります、わかります、なんていうの、あの
まず怖いのはメキシ OG がおった時は2人がハマった時のグルーブ、グルーブをうまいこと作った時は怖いっていうのも、なんていうんかな、普通誰もがかけて受ける曲ってあるやん。例えばブジュの何々やったらどこのサウンドがかけてもボスだけど、アーセナルがかける曲って他のサウンドがかけてもボスられへん曲がいっぱいあるわけでも他のサウンドがかけてもボスらへん曲をそのグルーヴにハマった時に乗せてバンバンかけてドーンってなるのはやっぱ怖いよね。そうですね怖いよねあれはアーセナル、えそれ誰が今日チャンピオンとデカいか分かってるやつは両手挙げてくれ。他のサウンドがかけてもボスらへん曲をそのグルーヴにハマった時に乗せてバンバンかけてドーンってなるのはやっぱ怖いよね。そうですね怖いよねあれは。そうなんですよ、アーセナルワールド。はい、そうですね。お互い戦闘型でハードコアサウンド、そのクラッシュ史に残る数々の歴史を刻まれてきたと思うんですが、この国内のクラッシュに注目したら、そのアーセナルとバリアが対戦したクラッシュの数っていうのは、その対マンも含めて、まあ、バリアフリーが7戦中4戦で、アーセナルジャパンも7戦中4戦だったので、めっちゃまた調べてる全然知らない今日はもうなんとか会話に入り込もうと思ってなんとかハマろうと思ってちょっと調べてきました。もうその半数以上、まあ、パーセンテージにしたら 57% 以上そのアーセナルとバリアでやってるっていう、そういうこの日本でこんだけクラッシュの数が少ない中でこんだけ同じ相手とやり合うっていうのはなかなかないんじゃないですか。俺らの時代って、やり始めた時の時代ってこう先輩たちとの、なんていうの、カテゴライズが分かれてるというか、あっちの世界には俺らは入っていかれへんっていうのがあったから、今でこそ年上のサウンドと若いサウンドが一緒にクラッシュやるっていうのは全然活性化されてるけど、当時は俺らより年上、すなわちインフィニティとかレッドスパイダーとか、あそこがまあ言ったら衝撃とかゴンフィンガーっていうクラッシュでやってた時代、俺らはワーグワンをやってて、で俺らがそこでワーグワンで優勝したからといってあっちのステージに行かれへんから、それがあるから、なんていうのかな、もう俺らの世代でやるしかないっていう状態だったんで、だから必然的にこう同じ世代のサウンドでやるクラッシュが増えたんかなと思います。ただそのワーグワン世代でも、まあロデム君と何回もやったりとかしなかったりするのは、やっぱりそのバリアフリーアーセナルっていう構造、お客さんがすごい望んでたから実現したっていうのもあるんじゃないですか。ジョンソンさん、いやいや、まあそこはその通りに思いますよ。ファンが多かったんで、やっぱりクラッシュね、まあ、バリアフリーとかその本で当時あんま覚えてはらへんかもしれんすけど、2008年ぐらいのボスでプレイスで、まあ、俺らがやりたいのはチャブ台返しって、すごい結構それをアーセナルとか多分キングアシュラとか出とったボスでやったと思うんですけど、本で言うとだと、まあ、その後ねバンダウンとクラッシュすることにもシニアになりましたし、なんでその辺のやっぱそのこのゲットハイ世代がこう上にちょっと噛みつこうとしてる空気が結構当時は面白かったですけど、ね、その下克上いつ起きるのかっていう、ね、そうなんですよ、楽しみだったんです、ね、先輩方が多分あんまやりたがらへんっていうのもあるんでしょうけど、先輩としては負けた時のリスク大きいですもんね。大きいし、こう自分たちの世代で作ってきたそのクラッシュのリーグに、はいはい、新たにこう若いサウンドを入れる必要もないというか、はい、だからじゃあもう俺たちで上がっていこうぜっていう
だから初めて2008年に新谷くんがワーグマンに出た。あれが今度逆から向こうの方、はいはい、上の先輩たちがこう自らこっちへ来たっていう、はい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 、だからあれは一個のこう行き来する最初のきっかけになったんじゃないかな、はいね、あれ出るって決まった時も結構当時、まあ、SNS があんまないですけどすごい話題になりましたね。深夜キャプテン C が出るみたいな、出てきためちゃくちゃ盛り上がりました、ね、だからあれは深夜君はやっぱ男やな、そう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 思ったですね、それは、うん、かっこええと、うん、バリアとアーセナルがこのお互いサウンドとして意識し始めたいつぐらいになるんですかいつ初めて仁義やろ、仁義です、仁義です、初めてクラッシュなんですか、クラッシュの日当日、そうです、いきなりこんなんしてましたね、そうそれ言います、おかしい話で、はい、というか普通にレゲエやってて、はい、レゲエやってる人生で、はい、人にこんなんされることあります初対面で、そうなんですよ、それはね僕ケイスケ君にめっちゃ怒られたんですよお前あの時初対面の人間に長い日立てるってお前それ人としてあかんやろって反省しますいやマジであれすごい、だってこう、はい、仁義のステージで、はい、仁義の会場で初めて、はい、初めての呼ばれてこう普通ならば、ね、まあ今から戦うから、はい、あれやけども、はい、まあよろしくお願いしますみたいな感じやん、はいはい、そこでどうやったん君は、いやもうこれはもうちょっと調子に乗ってたっていうかこういっぱいかまさなあかんと思ってこうやってましたからね、はい、いきなりしかもそれと、はい、その時は俺と圭介もそれについては触れずに、はい、帰りの車で、はい、そういやあいついきなりこんなんしてたよなっていう、しかも俺らからしたら、はい、何人かも分かってない状態よ、いや分かってますよ、分かってないよそれだってフライヤーにメキシカンフェイスって書いてフライヤーにあの顔やで、はいはいはい、ってなるやん、そうですね、ほんでそんな人種も分かれへん人間に初対面で混乱されるそうですね、それはまあ本当に申し訳ありませんいやそこが初めてのあれやから、はいはい、だからこう時が進むにつれて、はい、あいついいやつやねんなっていう風になっていくっていうギャップがこれからの、はいはい、あの時はもうなんか初対面でもやったらあかんっていう気持ちで分かる分かる、はい、尖ってたからね、尖って、はい、いくとこう尖りを演出したみたいなノリなんですけどもあれが初めてやった、あそうです、初めてマリアはあの仁義が初めてのクラッシュ、クラッシュは初めて、あそうなの、僕らは45をやってたんですよ、45クラッシュ、あの何ですかタフアネス、はい、優勝ですよね、そうなんですよ、勝ったんですよ、しかもそうそうたそうそうたるメンツの中で、そうなんです、まあこの東海の結構先輩も混じった45クラッシュでまさか勝って東海ナンバーワン決める、まあナンバーワンっていうか、はあ、まあ、先輩だらけの中からこう下克上して、はい、ね、最後ファーストデザインと中フィッシュ、そうです、そうなんや、そうです、知らないですか、要は、いや出てたのは誰が出てたかはなんとなく分かってるけど、そうなんや、はい、東海のこうモンスターダンスのね、名簿フェスとかのメインサウンドの先輩を倒してかなり勢いに乗られてた、そうなんです、地元の先輩なんですよ、サーチ君は、それ結成何年も経ってないでな、そんな、そうです、あれ2年、まだ2年目、2年目ですか、2002年、すごいことやな、はい、すごいんや、合わせなそういう感じですか、すごいんや、それもあってのこのだからその時買っていろいろあったんですよ、こうあのバリアフリーがこうなんか京都のダンスこう出た次の週か2週目ぐらいに僕らも京都行って、そうなんや、はあ、でバリアフリー知らないじゃないですか、仁義の前やね、そうそうそう、でも戦うことはもう決まってて、決まってて、でどんなサウンドかって聞いた時にこうまあいろいろ聞いててもうボスしてって帰ってったみたいなとかあ、じゃあ結構アーセナルとしても最初に潰してやろうぐらいチェックしてた、でまあなんかそう結構聞くんですよね、そのまあ近いもんな、大阪と三重って近いって距離が近いっていうのが、はあ、で結構聞いてて、はい、ほんでまあ結構ほんで多分王子くんと同い年っていうのも多分聞いてたんですよ、王子くんは、そうか、で同世代みたいな感じだったんで、トッパ君の耳にはアーセナルの情報がもちろんその45クラッシュで優勝したっていうのはもちろん入ってるから、入ってましたよじゃあその仁義なき戦いで、まあ記念すべきバリアフリーとアーセナル1戦目は、まあ、バリアがエッセンスを下してで、まあ、初優勝して、その対戦してみてお互いどうでした？
興味覚えてないね。覚えてないでしょ、ね、覚えてる。あ、僕はめちゃくちゃ覚えてるんですよ。マジで僕らはもうあれを負けたからこそもうまあ暇があるっていうぐらい衝撃やったんですよ。まあ、あの時に負けたことによってこのダブの取り方とかもすごいもう考え直したし、まあさっきもなんかドクターが言ってましたけど、僕ら結構こうバリアフリーは一発でこうドカンって上げてく感じのサウンドスタイルなんですけど、僕らっていうのはまあ結構こうジョグ的っていうかそういう感じのスタイルなんで、これやとちょっとこうあのクラッシュではちょっと弱いってなって、こうああいう何ですか、一発ドカンと上げるダブを取らなあかんぞと、そういう意識がすごい勉強になった。あれ何俺も次の日のあのみんなで食べた無言で食べた広島焼きも覚えてないよ。それは行ったのは覚えてるんですけど、なんか終わった後飯食いに行って、はい、豚テーブルに多分分かれたと思うね。そうです、こうですよになったんだけど、はい、44のそうです。で無言やん、はい、一言もしゃべらない。そうですね。でも司会のランキンさんだけが、はい、うまいなうまいってうまいうまいっていうランキンさんだけが言ってた、はい、うまいが響き渡ってた食事会だった。めちゃめちゃ気まずい。そうですね、あれしか喋らんかったっすね。もう一言も喋ってない。だから俺メキシと一言も喋ってないんやと思う、その日なあ、はい、喋ってないな。俺 OG とも一言も喋ってないですよ。でも当時ってそんなんやった。はい、喋ってないですね。なあ、はい、ほんで帰り際に OG に捨て台詞言われてほんで大きい車でみんなで来てたんじゃない。そうです、みんなで来てたんですよ。山本さんとかも一緒に来てて、そう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 、でみんなで車に乗って帰っていくっていうシーンは覚えてる。クラッシュの内容よりそっちの方がめちゃくちゃ覚えてる。OG のもうこの挨拶の仕方とかめっちゃ尖ってんねん。まあお前らとはまだどうかあるでね、あれやろ。負け惜しいそれ。あれはもう負けてない雰囲気だし。でもお互いやっぱ尖ってるから。はい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 、はい、もうあの OG の拳のこの角度とかめっちゃ覚えてる。あ、ちょっとこういう感じます。それが出会いですよね。そうそうそう。出会いですね。じゃあその次の2004からイオーグをあのワーグワン時代が到来するわけですが、2004はジョンソンさんワーグワン行かれてない。2004はでも戦ってないよ。戦ってないです。出てたしね。はい。バデスとバリアフリー、ナインボール、ロッカーズ、トレイン、ロデムサイクルなんですけど、うん、はいはい、アーセナルが2004出なかったんですよ。お前らなんで出てないんですか。あれ多分、ブッキング来たのか来てないかちょっと定かじゃないですけど、ちょだからその仁義でボロ負けしてちょっとこう体勢を立て直さなあかんということで、うん、ちょっとこうそういう感じでちょっとこう一回ちょっと下げたんじゃないかなっていうのはあったような、かあまりにもボロ負けすぎて呼ばれなかったか。そんなボロ負けでもなかったはずよ。あ、そうなんですかね、うん、そんな誰かがめっちゃフラップしたとか、そんなみんなが盛り上げてた中でだなんですかね、うん、ってやったら思うねんけど僕らの中ではもう本当に本当準備不足のもうあれだったんで、ちょっとなんでちょっと多分時期置いたと思うんです。はい、2004でもアーセナルとしてあの A バイブスプロダクションが発足して、うん、結構レギュラーダンスもむちゃくちゃやられてるから、うん、忙しいっていうのがあったんです。いやーでもそんなまあまあそういう何ですか、ダンスは本数は多かったんで、うん、はい、このバリアが1200人動員したあのナイスタイムもちょうどその頃、あーベーサイジェニー、ちょうどさナイスタイムは行かれました。いや、行ってないですけど、それこそ初めて行くダンスの直前に VHS が出て、うん、ナイスタイムのビデオやったもん。ビデオのあの時ビデオやで。そうですね、そう、あれ見たくて、もうデッキごと買いました、ね、ナイスタイムビデオ出したんですね。ビデオ出した。当時映像ビデオだけじゃない。そうですね、そうですね。 CD、テープや、しかもテープです、テープです。まだ現場の映像出るっていうのは珍しい。珍しいですよ、あんまり。確かにですね、あんまり当時ってまだそのカメラでがっちり撮るとかいう技術のある人が自分らの周りにいてないっていうのが、今でこそね、こうみんながこう手軽な値段で買えるような時代やけど、当時はな、機材高かったもんな。なんでもワーグは2004はロデム君が初代チャンピオンに輝いて、アーセナルとバリアの2回目のクラッシュ、ワーグは 2K5 は4サウンドが出てたんですね。はい、バリアとアーセナルとエッセンスとロデム。
まあ、その前回のリベンジに燃えて、まあ、そのバリアフリーとしてはもちろん優勝したロデム君とか、まあ、強敵エッセンスもなんですけど、やっぱりそのアーセナルジャパンって気になる存在でした。いや、アーセナルとチームフィチームやと思ってましたよ、ね、うん、一番それが確率的に高いとは組んでいましたね。じゃあそのアーセナルとしては仁義の2003からもう準備万端で臨んだ感じですか？そうですね、僕ら的には準備万端で臨んだんですけどね、まあ、ちょっと誤算がありまして、はい、その当時こうレコードから CD に切り替わった時代で、そうやそうや、ちょうど、それで僕らもちょっといろいろ考えたんですけど、そのワーグワンをプレートで勝負しようということで全部プレートで行ったんや。そうなんです。で日本人だけは CD でかけたんですよ、うん、日本人の仕込みだけは、 あとはもうジャマイカで撮ったダブは全部切ってきて、それで挑んだんですけど、それがちょっと誤算で音止まる事件に繋がっていくってことですか？そうですね、止まるし、なんですか、もうプレートの音がちょっと悪くて、当時のけどもうなんかジャマイカのそのいつもやってたアローズの人がちょっとこう移動して、息子がやってたんですけど、もう音がくちゃついてたんですよ。そのエンジニア違うと全然違う、全然違ったんですよ。で当時ってダブ切った後もなかなかチェックできへんな、できないんですよ、はい、せん、はい、そうなんですか。え、それどこで日本帰ってきてから、帰ってきてから向こうにもこのポータブルみたいなのあるけど、あんま使いすぎたら溝減るとか言われてなかった、ね、きつそうですもんね、あれ。だからあんまりかけ、あれって延々にかけれるもんじゃないから、はい、そうですね、かければかけるほど質は落ちていくから、うん、できるだけかけずにっていうのがあったから、それはあったよな。結構ギリギリに帰ってきて、で一個現場それちょっとチェックしたんですけど、ちょっとまあ環境が違ってあんまりよく分からず、でプレートでかけたらロデムに突っ込まれたっていう、音が悪いっていう。あ、音ちょっと悪ないって MC してましたね、はあ、MC して僕らもそうなんって現場で気づくっていう、気づくっていう、そう思ってなってそれ誤算やったっすね。マリアとしてはやっぱりそのアーセナルと中日中っていうぐらい、あの伝説の仕込みダブ兼有、はい、あのそうか、あれの時かワーグは 2K5 の CD 音源の商品説明とか見たら、もう1行目にあの睡眠薬どこ収録って書いてあるあれこれクラッシュ音源やんなって思いながらそれだけ結構インパクトある多分。まあまあの見出しですね、あれは良かった願いたい毎回瞳揺れるよ Shot a fall upon them head like showers. Arsenal a killers, green blood spillers. Jump on fi know we don't have no love. Osaka fi know that we ready for whatever we Arsenal now.一番ビゴップするチューンは何かみんな知ってるよな。アイスコーン。おいやフラフラフラちゃんやオリジナル。俺らの時代や。ビリットソングのブロックラップバリアフリー。お前らもホルサーゲレ。俺らは全体同士や。ナンバー新しい時代が。Come on! Yeah. I'll bring it from them! Hey. Oh, yeah. Hey.
watch your soccer for any time and bless me. One, one, two, can't fight. Winner is Maria Free.今日この瞬間、今まで生きてきた中で一番嬉しいですかね。耳に届く音の重なり、今日もあの場所に急ぎ、心が弾む。ワグワン 2K5 はバリアフリーが前回王者のロデム君も中品中で制して優勝して、この優勝した勢いそのままにナイスタイムの2を、はい、その3回目の対決は次の年のジョンソンさんと T シャツ着てる 2K6 ですね。はい。ジョンソンさん行かれてどうでしたか。いやでもこれもすごい、そのアーセナルが1ラウンド目からもうほんまにめちゃくちゃボスってしもて、これどうやって他のサンド戦うんやろぐらいの。でもまあまあ確かに、でも言うとったら他のサンドもねバン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 行くんですけど、結局そのままね勢いのままアーセナル優勝するしたんかな。仕上がってたなあの日は。あの日は仕上がってた。3ラウンド目なんか OG 君がもうハイプしすぎて、もうそうですね、で舞台でも、はい、なんやろ、メディテーションかけながら寝転んだりしても、それもなんかもう絵にもなっとったし、全部心掴まれたという感じでしたね。3ラウンド目にかけたシンギングメロディーとかもあれが初だったんですか。撮ってたのはあれ撮ってたのいつやったんですかね。もう結構前に撮ってたんですよ。で2005の時もあったんですけど、あ、まあかけれず、かける前に音止まって、そうです、まあ負けたんで、はい、それを乗り越えて、の乗り越えてっていうところですね。いや、そのバリアは、まあ、その仁義の2003とか、まあ、ワグワン2005を取って、そのバーストライズは2005を仁義取って、まあ、キングアシュラー、ケージクラッシュの2006のその3つのトロフィーを、俺らがその首ごとかけてやるぞっていう、その同志君の勢いもめちゃくちゃすごかったですよね。あの男はあの男は本当マイクも出して舞台立つと、はい、もうどんだけでも出てくるんですね。普段と OG 君と結構ギャップあるんですか。もう普段なんかもう、こう本当にこう例えば東京営業行くときに4時間ぐらい車乗るじゃないですか、はい、もう後ろで一言も喋るんですよ。静かやな、はあ、寝てるっていうか、まあ、なんか起きてるんですけど寝てるんですよ。もう生と道路も本当切り替えがすごいな。そうですね、そう考えたら、はあ、すごいです。俺とか多分あんまり変われへんような気がするな。あ、普段静かなんですか。いや、変わりますよ。変わるかな。アーセナルその1ラウンド目からむちゃくちゃ勢いあったと思うんですけど、はい、その剣佑の睡眠薬に対して、はい、まあ、1年ぶりにその返しをかけるんですね。はいはいはい、飛行機乗れますから、はい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 、当日用みたいな、はい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 、あれもすごいボスてたと思うんですけど、勝因は何だったと思います。2006のですね。2006の勝因ですか。2006の勝因は誤算がなかったって感じですかね。ミスが、まずミスがなかった、はあ、ミスがなかったっていうとこがでかいですかね。結構なんていうんですかね、まあまあ数々のミスをしてきてるんで、いろんな積み重ねをあそこでちゃんと、そうですね、宿題を解消してきたって感じなんですね。そのバリアフリーもさっき言ってたようにめちゃくちゃ良かったのに、やっぱりそのお客さんの連覇への期待値っていうのが大きすぎたような感じがするんですけど、あとはうまいことこうアーセナルワールドに持っていかれたなっていう。クラッシュってこう、例えばタイマーやったらお互いの世界への引き込み合いというか、どっちかの世界に引き込めたらもうそれで勝ちなわけ で、ね、はい、例えば映画を1個の映画見ますと、ほんでその映画に出てくる一番強いキャラとかって見てるお客さんからしたらもう最強なわけで、その瞬間は映画に引き込まれてるから、はいはいはい、でも映画終わった後に、いやあっちの映画のあいつの方が強いぞとかできるけど、はいはいはい、その時はもうその映画に入ってるから、だからもうそのワーグワンのあの日はもうアーセナルの劇場、アーセナル劇場のお客さんをグッと引き込まれて
持っていかれたっていう感じはありますよね。そうですね。まあ言いますね。まあ言いますね。ありがとうございます。いや素晴らしかった。あとはその俺らもその劇場の中に入って戦ってしまったっていう。それが一番の範囲。ほんまやったら俺らのバリアフリーワールドに引き込み返さんとあかんのを、じゃあそっちでやったるわっていうような、要するに OG はあの時、今日はハードコアやろ、お客さんハードコア聞きたいんや、バリアのプロペラ中にはハードコア負けへんぞっていうようなまず煽りで、俺らもプロペラチューンもかけるけどハードコアな曲もかけてんねん、でもあの OG の一言で今日バリアはプロペラチューンしかかけてないかのような印象を与える。そうですね。そういう雰囲気作りはやっぱあいつは天才やから、うまいですね。気がしわなけど Cause when you play All of them will wish they could run awayArsenal in low, y'all go kill them in a row. Arsenal, you are the song for me. Wow! あいつら2つ落として、俺とバリアフリー、タイマンでやった方がおもろいってやつ指輪いっぱいあげれるよ。Arsenal, boys of blood clad Arsenal, boys of blood clad Arsenal, boys of blood clad Arsenal.Whatever I said, whatever I did, they didn't mean it. I seen I'll kill them back for good. Yo, what you start singing on the weapons house in Japan? What's in my soul? I talk, you don't know. OG, Mexican fierce, you don't know.バリアフリーのプロペラチューンなんかに絶対負けへん、信じてるやつは手挙げてくれよ。レディーヨー、オーケー、今手挙げてくれたやつこんなかね、ブジュマンどっちかの子や。ダメじゃボケ、バリアフリーは知らん。一年半待ってたぞこの時よ。 Even with we are Father be praised. My Father be praised. Father be praised. Make all his enemies that he scattered. Arsenal, Arsenal, Japan has found a running alone. Arsenal from the still down. Run it down.あいつは天才やから、うまいですね。ってなった時に俺らはじゃあ俺らもハードコアな、もっとハードコアなんや、聞かしたるわってかけて滑るみたいな。あ、ちょっと行き過ぎてるんですね。相手のペースでそれが戦ってしまってるから、それが一番の範囲だから俺らの最終ラウンドでファンデーションをメインにかけてんけど、そこの戦い方が完全にミスやでな。それですかね。はい、アーセナルはこのクラッシュで優勝して、はい、次のその2008でも優勝して、はい、ワーグワン連覇っていう快挙を成し遂げるんですけど、はい、日本でその連覇をするサウンドってそうそういないんじゃないですか。はい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 。
そうですね。アーセナルだけ？日本のクラッシュ市場。いや、その前に仁義で2000、そうっす、仁義やっとるんですよね。バストライズが取っとんすよ。あ、そうなんや。取った後、日本でまだアーセナル2連敗で。じゃあ、その2サウンドだけ？まあ、あとほんで、あの、サウンドワーで考えると、ヤードビートがサウンドワー。あー、そうか、そうか。あれも連覇と入れるのがあればってことね。バーグワンの後、そのバリアのボス・デ・ブリースにそのアーセナル、レギュラーダンス呼ばれてたんですけれども、まあ、この頃、このお互いの自分のダンスに呼ぶような仲だったんですか？多分、仁義の時は全然やったよ、ね。はい、バーグワンの 2K5 の時もそんな仲良くないと思う。そんなっすね。でも俺、一個覚えてるのが、ジャマイカで一緒あったっすね。あの、軽自動車って、日本では、うん、あのよう走ってますやん、うん、軽自動車、うんうんうん、でもジャマイカで軽って見たことなくて走ってないで、俺がその時ジャマイカ行ったらすげえ軽自動車、はい、爆音の車、はい、なんていうの、音楽は爆音じゃないで、あのマフラーが爆音の軽自動車バーンが走ってて乗ってるやつ南米系の人乗ってて、ってなって顔見たらメキシカンメイクっていう、そうそうそう、あの刑事件じゃないか、あれまっちゃんなんで刑とか乗ってるの、俺がまっちゃんが買ったんですよ刑を、刑なんかあんねやってなったもん俺、ジャマイカに刑ってあんねんよ刑自動車骨乗ってた、そうそうそう、俺多分乗してもらってね、そう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 、あのケンカットの手前のとこから、うんうん、そう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 、だからあの辺からちょっと、そうですね、ちょっとなんか仲良くなった、はい、軽自動車を多分距離が縮まったんかな、覚えてますね、覚えてるよ、あれめっちゃ覚えてるよ、そうっす、あってあのどっか行ったの覚えてるんですよなあ、はい、逆にそのアーセナルが自分のレギュラーダンスにバリアを呼んだのっていつ頃だったの、大きいそういう、何でしたっけ、ゲットハイとか、うん、こうやっぱ世代が分かれてて、やっぱこうクラッシュもした仲やし、こう世代でこうちょっとこう下克上とかも狙ってたんで、うん、あるある、それでそのゲットハイっていうのを、うん、だからそういう意識が多分お互いこう芽生えてた時なんですよ、みんな多分バーストライズに一緒にやっていこうって、うん、そうそうそう、なんかそれでこうなんか共通のなんか目的ができたんで、はい、そういうダンスとかも一緒にやって、こう多分距離が縮まってたと思うんですよ。そうなんですね。その公式ブログちょっと見させていただいたら、めっちゃチェックされてる。2009年が初って書いてた。ちょっと後になる。そうですね。それ2サウンドが初ってこと。セッションが初。2サウンドセッションが初やんな。それ多分。センジュリオンですよね。マイカル。そう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 。うん、それやわ。それそれそれ。レギュラーダンスのそのワンピースってなんでワンピースっていう名前なんですか。まあ、僕ワンピース好きなんと、いろんなピースをこう、まあ、全国のサウンドとかアーティストをこう揃えてって、こう一個のアレンジするみたいな、意味もあったんや。もう漫画の方しか思ってない。これまあちょっとこうそれも先行したんですけど、はい、まあ、後でこう聞かれた時に作ったんですけど、あ、そういう意味も使えるなっていう。足りないピースを。はい、こういろんな。ベクター君がワンピース好きなのはメキシコの影響なの？いや、全く関係ない。俺ワンピース始まった時のジャンプから読んでたから。あ、そうなんですね。 その前から俺は好きやった。もう間違いない。今やあのセリフがバリアの代名詞みたいになってます、ね、ありがとうございます。サウンド王ってどういうイメージですか？そう、サウンド王ですよ。サウンドの王ですよ。それは日本のみならず、もちろん世界ワールドワイドでの、もうその世界最強を目指す、まあ最強ですよね。あ、はい、いや、さすがインターナショナルさん。ちょっとバカにされてる。2007から2009も、まあ、お互い精力的に活動されてたと思うんですけれども、アーセナルがサウンドシステム、トマホークサウンドシステムをリニューアルしたら、バリアフリーが今度はサウンドシステム初披露ダンス、レベルキャンプで観客数5000人動員して、このバリアがジャマイカの1万人規模のビッグダンス、フリーローデッドに初出演したら、はい、アーセナルはワーグは2連覇の会議をして、日本のフリーローデとハイエストに初出場されたんですけど、これってこう連動してるような感じやと思うんですけど、お互い意識してそうなってるわけじゃないですか？いや、あのうちはワーグは2000、そのジョンソンさんが今来てる2006年、あれに負けてから
海外への活動に完全にシフトしたんですよ。そうですね、そうですね。あれがまあ言ったらきっかけというか、もちろん海外はもともと狙ってたけど、あの日アーセナルジャパンに負けた後に、なんていうのかな、要するにあの時こうバリアフリーに対して他のサウンドが言ってたこう言葉とか攻撃の仕方とかがうさんくさいとかありましたよね。あった、なんかそういうなんていうの、偽物だ的な言うたらスピーチがこうされるわけですよ。でうち的にでも俺らは本物、この曲が本物であるということを思ってかけてるけど、結局うさんくさいって言われてしまうと、じゃあ海外でボスらして証明するしかないぞ。もう海外でボスでトロフィー取ったら誰もうさんくさいとか言えへんやんっていう原点はあるっすね。だからあれ以来海外に活動の拠点を移して、で今までとかけてきた同じじゃあファンデーションの曲を海外でかけて、あボスるやん、やっぱ合ってんねや俺らっていうものをしに行ったんで、だから海外メインで日本での活動あまりしてないとか、そこですね。そのワーが2008とも1週間違い、フリーローデと2008も1週間違いだったんですけど、はい、なんとなくリスナーとしてはそのアーセナルとやっぱりその怠慢でやりたいから、うん、まあ、ちょっと今は海外の方にシフトしてって思ってたんですけど、あそれは全く、もともと結成した時から海外でやるっていうのは決めてたんで、それがもう今やなっていう。だからその時はまあもちろん海外でプレーしながらアーセナルがねワーグマンで勝ったっていう情報も入ってるわけで、はいはいはい、うん、それはだからお互いに良かったというか、うん、そうですね、うん、ワーグは2006の対決からまあその決着まで2015年のほぼ10年間、アーセナルとバリアフリーのクラッシュ対決っていうのはほぼなかったわけですが、その2015になんで決着をすることになったんですか？あれは僕が長期海外滞在から帰ってきて、でもちろん一発目クラッシュやろうよっていうことになったら、まあ、アーセナルですよね標的で、何よりも2006年アーセナルチューンフィチューン行ったよ。